おはようございます。本日のご予定をご連絡いたします。アクセサリーに話しかける。以上、ご確認をお願いいたします。はい、どうも皆さんこんにちは、ななめです。では、フリーダムウォーズ実況第4回目頑張っていきたいと思います。レッツ貢献。で、本日のやることはアクセサリーに話しかける。条件を満たすため、諸貢献活動を継続してください。はい。条件、これだよね。99万9450年以下まで減刑する。で、なんか権利を、そうそう、前回なんか権利をもらえるっていうことで、お待ちかね。このアクセサリーのお姉さんに踏んでもらえる権利、どこ踏んでもらえるかな。最初から顔は無理やんな、多分。まず最初は背中か。背中やろうな。背中かケツかみたいな。楽しみやな。それここで権利申請できるんで、ちょっと見てみたいと思います。よし。権利解放シーズンやな。日常行動に関する権利、コーディネート権利、武装補助権利。これ日常行動と言っていいのかどうか、まあ、わからないけれども、まあ、それが日常的にあったら、まあ、なんて素敵な日常なんだと。ということで、きっとここやろ。というか、解放済み権利数と未申請って、もうここしかないな。日常行動に関する権利、ここ。はい。やっていきま。マジか、ないんか。まだ無理か。まだ無理か。まだ、底辺やもんな。せや、そういうことや。まだ今は無理やね。今は、まあ、ね、そりゃ、取らないといけない権利取っていきましょうか。感謝ポイントはあるな。全部取れた必要なのは。あとは確か原型が必要とかっていうことなんで、ケーキ工場納品申請。確かこれでね、納品したら原型してもらえるっていうことなんで、なんか被ってて弱い武器。これやな。こんなんとか。他は、なんかないかな。なんかレベル低いの打ってみようか。どうせいっぱい取れるやろ。こんだけいったら十分ちゃう。おお、なんや急に。いったのギリギリやな。おめでとうございます。あなたは第2コード取得講師の参加条件を満たしました。OK。あなたに第2コード取得講師が発行されました。はい。準備ができたら申請してください。はい、了解です。じゃあ、ランク2、コード2になるボランティア行きたいと思います。第2コード取得講師。はい、行きます。はい。
ボランティアの申請を確認しました。うん。ここから派遣護送車到着までの間、資格を制限させていただきます。はい。今回のボランティアの概要を説明します。はい。本パノプティコンの貴重な資源であるシリリアン、ユリアンサラーと E が適正パノプティコンに略奪されました。うん。敵アブラクターからこの資源を奪還することが今回のボランティアの目的です。うん、了解。シリリアンの奪還を最優先に行動してください。はい、了解です。今回のボランティアは第二コードを取得するための特別なボランティアです。うんうん。成功させれば欲望の外に出ることが許されるほか、さまざまな権利が獲得できるようになります。さまざまな権利ね。うん。それでは派遣護送車に向かいます。はい、了解です。お前も受けるのか、上位コード取得講師。この前捕まったお前やな。それが来てないみたいなんだよな。うん、あのでっかいのは来とらんか。まあ、あんな面白ヒゲゴリラなんかいなくても余裕だろ。そう、フラグちゃう。どうやら第二コードからは PT の内部もある程度自由に歩けるらしいぜ。お前上位じゃなかった。最下層暮らしにも飽きてきたとこだし、このボランティア絶対成功させようぜ。うん、そうよ。勢力の反応を感知しました。うん。うわ。アブラクターからシリリアンの反応を感知しました。シリリアンを奪還してください。うん、オッケー。なんかアイテムが見えたぞ。さっさと終わらせようぜ。敵アブラクターからシリリアンを救出し、護送機まで搬送してください。おいていて。おう、間違えた。なんかアイテムあったな。うん。よし、行こうか。引っかかった。敵発見。速やかに排除してください。まずは倒す。え、なんだこいつ、銃弾が弾かれてる。両肩にある変なやつの仕業か。うん、これを切り落とせばいいわけやな。もうちょっとで切り落とせる。よし、追撃を提案します。よし、こっちも突っかれ。なんかやばい。あ、お、やばいやばいやばい。バイタルの低下を回復を提案します。よし、もうちょっとで切れる。よし、肩のやつ落とした。これで攻撃が通るはずだ。いやいや、落としたん俺やけどな。切れ込むぜ。確か頭も切れるよな。あれ、
る長押しで最悪。あったあったあった。おやばいやばいやばい。敵アブラクター、損壊率 50%。 OK、 敵アブラクター、攻撃性増加、注意してください。ジリアンを救出してください。決め込むぜ。あれ、頭が切れんかったっけ。敵アブラクター全体率 70%。 あと少しで撃破できない。敵アブラクター攻撃性増大、注意してください。よし、そこに捕まれたんやちゃうけどな。もう少しだ、ホットに駆け込め。ご早期にジリアンを搬送してください。ジリアンを爆破しました。ご早期に搬送してください。出来上がった追跡行動を開始しました。注意してください。出来上がった一時的に撃破、追撃を提案します。出来上がったを撃破しました。ジリアンの搬送を開始します。敵増援のジリアンの搬送を開始します。護送機が設置されました。ジリアンの搬送を開始します。この辺は全部取ったかな。あかんな、難しいですね実況って。何かを喋りながらプレイをするっていうのは非常に難しくて、ね、上手な人たちはねすごい上手いこと話してるけど尊敬しますね。ジリアンの搬送を開始します。アイテムは、よっしゃ、俺たちだけで成功させたぜ。ボランティアが成功しました。保証局管理部へ報告します。資源や戦闘用アイテムを生産局へ納品することでより多く恩赦が受けられます。ここに1個あった気がするな。OK、 シェドウ、はい。お、なんか武器出た。これはエアスちゃん、このウィルオー発電機やめとこうかな、これは。うん、いいよ、俺押しても。あなたへの面会申請が提出、受理されています。これより面会を開始します。お、ついに彼女来る？これ男か。いや、僕はユリアン・サダートイー。ああ、さっきのやつね。さっきは本当にありがとう。どうしてもお礼が言いたくて会いに来たんだ。女の子やったらね、もっと良かったんやけど。迷惑だったかな。いや。それは良かった。誰？さっきのボランティアで君たちに助けてもらったシビリアンだよ。あのまま別のパノプティコンに連れ去られていたら、二度と妻に会えなくなるところだった。結婚できんねや。もしそうなっていたらって考えるとゾッとするよ。助けてくれて
ありがとう。何かあったらいつでも声をかけてくれ。僕はよくモザイク街のザッカーにいるから。うん、じゃあ。生産計画局選定員より通達です。うん。ナナメさん、こんにちは。お、出たな。今回のあなたの第二コード取得講師の結果は、うん、合格です。パチ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 、イエーイ。おめでとうございます。これでまたいっぱい貢献できますね。せやな、いっぱいできるな。我がパノプティコンはあなたに第二コードを与えます。はいはい。つまり昇格です。うん。第二コードからは独房の外にも出られるようになりますよ。やったね。より大きな貢献の機会も増えますので楽しみにしていてください。お、了解。それにしても、記憶を喪失してまだ間もないにもかかわらず、順調に立ち直りつつあるようですね。うん。なかなか良い姿勢です。ナナメさん、あなたはよく頑張っています。ありがとうございます。もっとも、記憶なんて重要な財産をなくすのがおかしいんですけど。うん、ごめんなさい。それでは我がパノプティコンの幸福のために今日もボランティアに勤しみましょう。はい。レッツ貢献。レッツ貢献。おめでとうございます。ここなら2階層の独房です。あ、独房も変わるんやね。第2コード取得により特定状況における独房での SIM の権利が解放されました。お、アクセサリーと話せるっていうこと。また新たに解放可能な権利が追加されました。お、来る。続いて第3コード取得のための第3コード取得講師参加条件を説明します。あ、次のランクね。兵器を原型する平時におけるトガ人との接触権を解放する。平時における異性への接触権を、接近権を解放する。あ、接触はしたらあかんねんな。近づくまでお触り禁止。うん、厳しいな。うん。で、治療性形質管制装備レベル1の利用を解放する。防壁性形質管理性装置装備レベル1の利用を解放する。ショートカット機能の利用可の許可を解放する。うん。参加条件はアクセサリーサービス内の講師参加条件確認からも確認可能です。はい、了解です。引き続き本パノプティコンの幸福増大のため貢献活動に邁進してください。はい、了解です。第2コードから独房内への外出が許可されます。やったね。ただしトガ人はその行動をアクセサリーを通じて常に安全保障局へ報告する義務があります。これ他の人に接触したらあかんのよな。外出する場合は外出許可申請、他の隣人とボランティアを行う場合はボランティア協力申請を提出してください。あー、そういうことか。ドガ人が独房外での活動を希望する場合はアクセサリーサービスから各種申請を提出する必要があります。ローストリートなどへの外出を希望する場合は外出許可申請を選択する必要があります。うん。アドホック通信による協力ボランティアを希望する場合はボランティア協力申請を選択する必要があります。了解です。ぼっちなので関係ない。また第2コードからは資源生産運用管理が可能になります。うん、何それ。武器の生産、強化、改良や様々な戦闘用アイテムの生産をすることができます。ああ、なるほどね。ボランティアでより大きな貢献を上げるために活用してください。了解です。資源生産運用管理は隣と管理メニューから利用できます。はいはい。また隣と管理メニューにフェロートガビトリスと臨時アクセサリーが追加されました。うん。詳細は各メニューをご確認ください。了解です。先ほど隣とマティアス、レオ、ブルーのように連絡がありました。あ、あいつね。ローストリートで待っているとのことです。うん、了解です。
まずは外出許可申請を提出し、外に出てみることをお勧めします。はい、じゃあちょっと一回ね、せっかく来たんで、外に出ようかと思うけど、その前に、あ、ポイント結構あるよな。うん、わ、走ったらあかんの。5秒以上走っていいっていう権利。アクセサリーから20メートル離れたらあかん。この辺欲しいよな。この辺はそう、あ、見た目かな。うん、これはあれやね、形質イバラの種類。一旦この人と話したりする権利は取っといた方がいいような気がするから、この辺だけ取っといて、ちょっと外に行ってみようかな。うん。一刻も早く社会不適合者を脱却し、資源価値を証明すること。辛辣やね。外出許可申請。貢献を進めてください。昇格だぜ。見てみろよ、うん、何を。しかしローストリートってだだっ広いよな。一体どんだけのトガ人がここで生活してるんだろうな。うん、まあ一応ちょっと聞いてみようか。壁の数字は何。壁に書かれた数字は区画を示してるんだってさ、うん、自分の独房がある区画くらいはしっかり覚えといた方がいいぜ。2-A000 ね。よし、おっと、ちょっと待った。俺これからモザイク街に行くんだ。モザイク街、なんか卑猥な響きやな。やっとシャバに出れるぜ。お前も一緒に行こうぜ。何遠慮すんなって、案内してやるよ、うん、行ってみたいな、それは。じゃあエレベーターの前で待ってるからさ、お前も早く来いよね、うん、了解。初めて独房街に出たトガ人に注意事項があります、はいはい、バノプテ校内は広大です、うん、現在位置を把握したいときはフィールドマップを使用してください。 OK です。また通知履歴を使用すれば今までに受けた通知を再確認することができます、はいはい、資格を押すとフィールドマップを開くことができます。イベントが発生する区画にはビックリマークが表示されます。ローストリートやセルガーデンにて資源を回収することができます。役に立たないような資源だけではなく、貴重な資源を手に入れることも。資源が持ちきれない場合、最後に回収した資源が自動的に無償納品されます。無償納品されます。捨てるっていうことやねんな。はい、了解。うん、じゃあちょっといろいろ外歩き回って、あ、早速アイテムが見えてるな。回ってみたいけれども、うん、時間も時間なんで、ちょっと一旦ここで切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。ではでは。